例えばね、さっき言ったように、その皆さんをふさわしい次元にさると。じゃあ、パク・トラカイですらね、要するに、カジミの西浦の、おじいさま、お坊ちゃん、じゃあ、お坊ちゃまじいさんか。ですらね、あれ全部あの人が言われたから、うちはね、うちに押し付けてあるうちな。そんな気持ちわかるやろ、みんなの。っていうのはな、なんでかって自分が言われて自分が一番傷ついてあるうちは、他人もそうであるに違いないと思っちゃうもんやな、普通。そういった状態を卒業して、やっと、人が人に言ってる悪口を、はっはこの人はこの人こういう部分をこういうふうに解釈するんだ、へえと思えるようになるね。そういうふうに思えるようになったら、実はやっと、作家なりに慣れていくね。小説であれ、コミックであれ、アニメであれ、ゲームであれ。だから、そういうふうな観察能力とか、そういうセンス、観察したものをそういうふうに捉える。それは自分の外に置くわけじゃないで。うちに置かないと書けないから、絶対。わかる？自分のこととして、しかも冷静である。っていうのが完璧な説明じゃないっていうのはわかるよね。やっぱり他人なんだけど、あ、わかるわかる。でも、この人っていうバージョンは、この人っていうバージョンを、こういうふうに解釈するバージョンなんだ。しかも、その解釈を、こういうふうに説明するんだな、この人に。これをいじめっていうのかもっていうような感じで、世界を見ることができたら、どうだい？ちょっと自由になれた？じゃあ、パク・トラカイの発達段階っていうのもね、簡単には言えるよ。例えば、あ、10歳ぐらいねって。ね。つまり、お母さんの全てが許せなくなるような男の子の年齢ってあんねん。それは、今案外もう30超えてその段階の人が多いってことは、小さい時にどんだけ抑圧されてるかってことやね。おや。そっちの方が問題でしょ、本当は。何歳の程度の発達ですかっていうよりかは。ね。じゃあお母さんの上手な説明にいちいち反発するっていうのが、低学年の時にあった方が楽やな。有利やな。それだけ言っとくわ。大人になった時、めっさ楽やし、めっさ有利やねん、それは。その差は出るよ。だから、小さい時に子供に挑戦させへん親っていうのは、子供の未来を殺してる。親に復讐すんな、今から、ボワーンってな、まあ、ええけど、殺さん程度にやるや。な、親子の喧嘩はな、警察も食わへんけど、あんまり。実はね。そういう法律やねん、日本は。ほんとやね。聞いたらええわ、警察に。ボーンってやったから聞くのよ。で、ついうっかり、君、家族。で、入れられるからな、警察。やめなさいって入れへんから。あ、あ、家族から入るから。やめなさいから入ったら、思わず警察に、ボワーやろ。逮捕かじゃん。罪状、威力営業防衛なんで、終わったおかじゃなくて。警察ではそれ、そういう名前じゃないから。なんだっけ、刑務執行妨害、じゃな、業務、じゃあ、なんたら執行妨害、公職、公務執行妨害よ。なさてさて。で、結局ね、じゃあその、自我が、まあ、他の時期に行っちゃうと、あれ俺って、私って、そんな悪いことする人たちだっけって、人だったっけって。え、あの自我のせいなのって。で、かつての次元にもおる、私の体にあいつらまだおんの？その事件で私何やってんのって考えない方がいい。じゃあその事件でこれ？その事件でこれ？考えない方がいい。ストーリーが違う、歴史が違う、考えるな。こんなんで済むんか？だってそれやっちゃった歴史をこの事件にもあったりしてと思ったら、あれ？そういった罪状はないですよ、あなた。やっぱりとかって。これ、嘘じゃないよね、嘘じゃないよねそんなことあなたされてませんけど、変ですね。なったりして。やったって言ってたよ、って。ああ、思い違いじゃないですかって。あいつあんなやったって言ってたけど、あいつ、じゃあ、あれやってへんのって。それお答えできません。やってへんかったりな、このパラレルでは。じゃあ、やったって言うねん、マギラ。腹立つかどうか別として。でもな、何に通用するかって言ったら、でもなんか魂は、なんか、なん
釈然とせんやろ、自分のことながら、他人のことながら、あんたのことながら、あんたにとってのうちのことながら。ね。でもね、そういう説明で済むっていうのは、だって自我が悪いんだもの。で、細胞を、まあ、うちの分身である細胞をあなた方が犯してるわけでしょ。それは、うちという細胞を、この体の細胞もあなた方が犯して、犯罪を犯させたんじゃないの。うちが何かしちゃったってことは、それもなさず、中の世界にいるあなた方が犯罪を犯してるってこともあるから、あなた方が使ってる肉体をね。そうしてそれがぴったりやねんけど、だからどうなんですかって言ったら、結局、そんな説明で済むのかっていうのは0か100じゃないよ。ね、うちがそんな説明で 100% 済むわけじゃない。ね、でしょ、あなた方もそうやんか。ただ、その数字のパーセントの割合が、うちの方が大きいというよりかは、そのレベル、この説明から言うたら、あなた方とうちとの、その、桁が違うし、って説明したら嫌なんでしょ？じゃあ、結局は、うちの方はそういう説明で済むパーセンテージがめっちゃ大きいし、あなた方はそういう説明で済まないパーセンテージが非常に大きいけど、でも0か100じゃないんだよっていう説明で、すっきりすることが多いかな。ね。じゃあ、西浦のことかってね、あれって、西浦のじいさんね、あれパク、トラカイって誰だっけとかね、なんか、ずっと演じてたくせに、とかね、そんな知らん、そんなアカウントねえぞ、とか言って、あるのにねえぞ、あるのにねえぞって、ありますよ、って、顔がねえ、とか言って、顔なしだからって自分で絶対言わへんやろな。お前の人の生き方は顔なしになっちゃって。ね、みんなもその、結局古代からずっと世間やってる家に生まれたらああなるよ。な。打ち方ああなるよ。な。で、絶対アマタロスと結婚するんだとか言ってたら、うちの文献の萩があるから。もうです、今の西浦の道場の、西浦のババアのヘチャガーの方な、オリビア焼きに似てる方が、結構いって、まあ、義理の姉と西浦のじいさんが若い頃ね、エッチングとかな。エッチングってあるね、絵画上のことですよ。絵画上の怪物のことですから、絵画上の怪物のことですから。これ、ハイアラの兄が好きなギャグやってな。じゃあ、プログラミングってんのって思うやろ。どういう言葉ですか、その言葉遣いですか。これもハイアラの兄みたいなの。いちいち立ちはだかるやろ、ハイアラの兄が。うちのセリフ、面白そうなセリフは、必ずその前に、必ずハイアラの兄が使ってるやろ。ペロッ。でも、使ってるやろ、すでに。だから何やねんって。萩原何と西浦のヘチャガのパパは兄弟。そんな結論で亡くなってこいかんかって。だから何やねんお前らーって。私も西浦の萩原も全員とっちめろ。やっちまえ。一緒だやんねんそれって。あんたらもありやねんそれ言ったら。な、じゃあ、結婚今の天皇家方はなしな方よ。だってもう、なかなかうちのまとめじゃから、あなた方脱出できないんだから。なんだかって、誰とか言ったら執着があるからじゃなくて、執着って何やねんって。謎、どういうこと、どういうことって謎がまだすっかり解けるなんて。その、町の歌が聞こえてきて、どんなふわりやねん。それも謎でしょ。まだあれ歌えてないんだよな、あれカラオケで。ふわりがなんか、ふわりとしてねえから。ほんと、根本かなめさんの方は、そうかよ。俺の所詮ふわりは普通だよね。あーって言ってるだけだ。言うほんと、あでもギターはなとか言って、そんなもん入るのに、喋ってんの。佐野元あるか根元かなめかって。そんな迷わへんから、うち。そんな嬉しそうな顔で、その YouTube の、その、あれ、なんちゅうの。あれでしょ？要するに、少しじゃないよ。要するに、動画内の画像というよりか、男のその場合。あえてその、こね、なんちゅうの。写真の方、バンって表紙にしてるんでしょ。できるだけ、とか、しかも、見通してるって、俺は。文化放送の奥から。っていうのがギャグなんだと思います、きっとね。あれ、何話しちゃったっけ。結局、だから天皇家もマシな方っていうか、そのね、
高松宮殿下のね。殿下ちゃう。殿下って字が読んでるときは、めっさバカにしてるときやで。呼び捨ての方がマシって知っといてな。梅干し殿下が常にこの辺にあるからな。殿下って言われたときは、やられたと思ってな。ええかって言われたときは、うちから見て飯立ってみて。だって階段の下にうずくまで平伏してんのが陛下やから、うちから見て。実はな。で、その部屋の外の階段にうずくまってるのが殿下やからな、実は。かっかっていうな、もうええかよ、むずくさいな。天守閣の下でうずくまってるやつみたいなことやん、つまり。例えば。別に天守閣に限らんけど、確実にな。うちから見て全部見したやねん。陛下、殿下、閣下とか言うときは、そっかもそうかな。却下。な、だそんな立場で見られたら嫌でしょ。じゃあうちも嫌やったんかって、どうでもいいけど、じゃあみんなも嫌やったんや、なあんたも嫌やったんやなってわかるよ。なや、そんなこと言われること嫌やったんやって。じゃあみんなが陛下っていうとき上から見下ろしても俺らの主人に階段の下にうずくまっとるあってんのちょっと、おい陛下、そういうことになっちゃう、文法上はな、中国の文法上はな。あらららららら、あーねー、それはいいとして、高松の宮はな、そのまあ君の安全がすっかり分かってから女性に戻すからねって言ったって、まあ、50歳ぐらいになるか60歳ぐらいになるかもしれないけど、それでも大丈夫、君は子供を見えるんだよと、五体満足というか、彼はそういう表現を使った、要するに奇形じゃないです、彼はそういう表現を使った、高松宮はね、なぜなら君はエルフだから500歳ぐらい生きるんだろうって知らんけど本当かな。高松宮はうちのことをエルフって完全に信じてた。うちは案外信じてない、自分がエルフだなんて。でもうちらの民族のことをエルフって言ったのは確かですよ、ヨーロッパでね。